どうもえー無事にですね、えー、無事っていうとあれですけどえー、2020年7月19日42歳になりましたどうもありがとうございますえー、昔ね母にもらった、えー、メールで1978年7月19日午後7時43分4128えー、キログラムえー キログラムじゃないですね。4 1 2 8ム、えー。身長5 5 2センチで生まれましたと、えー、18日の今頃には病院に入院し、なかなか生まれず、えー、おばあちゃんにお腹の赤ちゃんも頑張っているから、母親も頑張らないとと言われたのを、えー、腰を一晩中させてもらったことを思い出しますと、まあ、そんなことがありながら、えー、42年前、1978年、僕が生まれたわけです。 いろんなこととがやっぱね人生生きてるとありますその中でもまあどうにかどうにかこうして42歳自分の好きなことをね、えー、真剣にやりながら生きていけるのも家族だったりとか、えー、もう奥さんもそう仲間もそうそして応援してくれるねこの芸能に関わったということも、えー、考えるとやっぱり応援してくださる皆さんがいたからですうん本当にありがとうございますなんかねこういうい え機械で、えー、小さなイベントもできないような状況ですが、えー、少しずつね、えー、いろんなことを動いていきたいと思いますもしかしたら日本一周をもう少し伸ばすかもしれません、えー、仕方ないです状況が状況なので、えー、その中でもね自分の考えを今後もブログ YouTubeSNS などを使って皆さんに お伝えしていこうと思っております。そして今日からですね、えー、短くても、えー、YouTube 毎日、えー、自分の考え少しずつ上げていきたいと思っております。えー、それをね、自分も、えー、見返すことによって、ああ、あの時ああいうふうに思っていたんだみたいなことが、あのー、いろいろ思い出させてくれるんじゃないかなと思っております。はい。というわけで今日はちょっとキャンピングカーに来て、えー、映像を撮り出したので、中暑くて汗びたです。 というかさ、僕、まあ、知ってる人は知ってると思うんですがめちゃめちゃな晴れ男なんですよとはいえね4月19日こんだけ雨が梅雨で続いた中の東京でこんなに晴れるとは思ってもいなくてでもすごく、えー、力強くね、えー、この天候も含めてすごく背中を後押ししてくれているような気がします、はい、というわけで今後も、えー、一生懸命ね えー、頑張っていいきたいと思います現在ねクラウドファンディングもやっておりますあと10日ほどで終わるんですが、えー、そこから寄付だったりとか僕の方も今スポンサーが22社ついてくれておりますその22社の方1社ずつ、まあえー、まあ僕の独断ですが、えー、寄付させていただきたいと思っております今回の水害に対してね何かできることをできるだけですが、えー、取り組んでいきたいと思いますので。 今後ともこんな原田淳をよろしくお願いいたします。というわけで、えー、42歳の決意表明とともにこの辺で終わりたいと思います。それでは今後も原田淳よろしくお願いします。それでは、さよなら。